あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ん、これは朝になったんか。お、またびっくりマークになっとるね。はい。ん、なんだと、メルキドルクの解読は進んだか、だと。なんとせっかちな、解読を進めると言ったのはついさっきではないか。さっきじゃないよ、今起きてきたんでしょ。一日経ってんじゃないか。そうだな、あゆなよ。そろそろ街を少し発展させてはくれぬか。街を大きくすることで、ビルダーとしても一回り成長するがよい。成長するがよいって言われてもね。建物を作り、その中に作ったものを置くことで、拠点レベルを上げることができます。床から2ブロック上までしかポイントにはなりませんから注意してくださいね。さあ、新しい建物や家具を自由に作って、拠点レベルを一つ上げてみましょう。拠点レベル。そうだ、アユナ。建物の中に置く新しいものを何か考えてはくれぬか？何何？お、壺をひらめいた。柔らかい土をこねて作った壺。拠点レベルを2に上げるのだ。拠点レベルを2に上げる。とりあえずあれやろ。なんか、街を発展させろって言った。剣、とりあえずこう。まぁ、ちょっとこの辺ね、いろいろ。ちょっとまずは、地面を平らにしていこうかなぁと、思う。なんかすごいデコボコやん、この街。見えない。ちょい待ってね。へい。よし。あ、足りない。え、足りない？足りるじゃん。いや、どっちにしろ足りてないな。ってことは、ちょっとこっから。そっか、あれやね。なんか、街の周りにさ、こう、お堀みたいなのも作りたいよね。というふうに思った。なんとなく。だってもともとメルキドって要塞とかそういう感じやったんやろ？やったらちょっと自分なりの要塞を作ろうじゃないかということで。こう、魔物が寄ってきにくくするために、ね、お堀を。でもって資材も手に入るしさ。ね、いい感じ、いい感じ。一石二鳥ってやつだね。よいしょ。でもここね、ちょうどね、街と、外との境目だから、結構なんか、音楽の移り変わりが激しくってうるさいんだよね。しかもなんか削れないとこあるし。自由に削れたらいいのに。ね。この岩の部分削れないんだよ、横の。すごい気になる。ていていてい。めっちゃ資材取れるよ。やったね。てか私最初これね、めっちゃ木の塊かと思ったんよ。なんかあの、建物も作るわけやけん。これを積み重ねて建物作りよるけんさ、私普通に木材やと思っとったらさ、土って書いとんね。ほっ。イェーイ。で、ちょっと、とりあえず一列ここできたから、一列できて、資材も結構集まったから、とりあえずまた埋め立てに戻ろう。どこ？あ、この辺埋め立ててたのか。入ってくる方向が違ったらもうなんか全然わからんくなるね。あ、間違えた。こうだ。よし。ここは何？埋め立てられてるのか？こっちじゃない、こっちだ。ここからだね。オッケーオッケー。なんか誰かが何かを作ってくれてるような音が聞こえる。てかみんなね、もうちょっと人間らしい感じの行動をしてくれないかな。なんか普通にさ、塀とかよじ登ってさ、塀の上歩いてたりとかするじゃん。そこ歩くとこじゃないから、みたいな。びっくりするよね。ほい。ん？女の子があっちにいるってことは、男の方が、おじさんの方が何かを作ってくれているということだね。
し。ほら、あれあれ。もう猫みたいにさ、塀の上めっちゃ歩いてんだよ。しかもこっちガン見してたし。何事。こんな感じっすか。ほら、ちゃんと平らになったでしょ。いろいろと作ってきたと思うんだけれど、どうなの？まだ拠点レベルアップしないの？さっきからめっちゃ自由気ままに動いてらっしゃるけど。ねえねえ、どうだ、ユナ。街づくりは順調に進んでおるか？進んでるはずだよ。ビルダーとして我々の頼みを聞いてくれるのもありがたいが、お主の好きなように物を作って街を発展させてくれて構わんのだぞ。発展させているよ。今のあなたはいろいろなものが作れるはずです。先ほどひらめいた壺やわらベッドなどいろいろなものを作って、今ある部屋や新しく作った部屋に作ったものを置くと良いでしょう。床から2ブロック上までしかポイントにはなりませんから注意してください。さあ、新しい建物や家具を自由に作って拠点レベルを一つ上げてみましょう。なるほど、壺を作っておかねばならんということかな。よし、じゃあちょっととりあえず壺を、へい、壺を1個作った。で、これを設置すれば良いわけだね。うわ、びっくりした。降ってきた。上から降ってきたよ。この辺置く？じゃあここに、はい。お、レベルアップ。拠点のレベルがレベル2になった。イエーイ。ね、レベル2になったよ。いつも通り飛んできてくれないんだね。ねってば。おう、あゆな、物を作って街を発展させてくれたのだな。素晴らしいぞ。心なしかビルダーとしても成長したような気がするな。やったね。あゆな、あなたは魔物をいくら倒しても魔物と戦う者として成長することはありません。体力や攻撃力はあなたが見つけたものや作り上げたもので上げていくことができるでしょう。物を作る力を持つあなたにとっては、拠点を発展させ物を作り出すことこそが成長なのです。勇者じゃないって言ったもんね。ビルダーやし。なるほどね。すまんがな、アユナよ。メルキド力の解読にはまだ時間かかりそうだ。どっしりと構えて、気長に、ま。何？ま、何？ん？なんだこの気配は。いや、なんだこの気配はって言ったのに、そこでクエストコンプリートって言われてもね。命の木の実もらったけど。いや、で、なんなの？あ、マーク変わっとるよ、なんかいつもと。おう、アユナよ。大変だ。何？なぜかわからぬが、魔物どもがこの町を襲おうとしているようなのだ。魔物ども？何としてもこの町を守らねばならぬ。戦いに備えて準備を整えてくれ。我が輩もお主とも戦うぞ。この町とピリンを守り抜くのだ。いつもとは違う感じ？彼の言う通り、悪しき魔物たちがこの地に迫っているようですね。ここは新たなメルキドを作るための大切な拠点。魔物たちに破壊されるわけにはいきません。棍棒や傷薬を用意して、竜王の配下の魔物たちを撃退するのです。さあ、戦いの準備は良いですか？棍棒はね、一応今装備しとるし、キメラの時にね、はい、傷薬も持っとるけん。これが初めての本格的な戦いです。アユナ、あなたの勝利を信じていますよ。そんな、大それ、おお、すごい。いつも周りにスライムとかドラキーしかおらんもんね。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せと。竜王軍、うわ、すげえ。5匹おるんや。右下にモンスターを倒せ5分のって書いてる。おお、なんか今地面から現れた気がした。気のせいかな。あ、ほらほらほら、お堀作っとったけんさ、全然上がってこないんだけど。届かないんでしょう。イエーイ。私は上から余裕。うっ、ほらほら、生えてきた。でかくない？気のせいかな。今のやつすごいでかかった気がしたんだけど。そう見えただけ。ごめんね。一人なんか下に降りて戦ってくれてるけど。私めっちゃ楽してるわ。あ、しかも骨手に入れたよ。初めて骨を手に入れた。お、バトルコンプリート。あゆなよ、よくやりました。魔物たちから拠点守り抜きましたね。これで希望の肌もより多く輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。しかし、アユナ、
竜王の配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。魔物たちは人間が団結し、かつての力を取り戻すことを恐れています。きっとこれからは、この町を潰そうと、魔物たちが定期的に襲ってくるようになるでしょう。マジか。なんとしてでも魔物たちからこの町を守り抜き、いつかメルキドを支配する強大な魔物を倒すのです。なんかめっちゃ大変そうだよ。え、なんですって？そんなこと自分できるかわからない。役割とかスキムとか、やっぱりよくわからないですって？まあね。物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり、魔物と戦ったりはしたくないと。まあ普通そうだね。今はまだそうかもしれません。しかしあなたは、人との出会いの中で気がつくでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があることを。アユナ、どうやらこの地での私の役割は終わったようです。え、終わったの？マジで、もう案内してくれんの。こっからは仲間たちと協力して、あなたが望む町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で、再び会える日を楽しみにしています。新しい地って何？すべては精霊の導きのままに。え、メルキドの地はもうないの？青の石板を手に入れた。石板？え、なになになに？なんか戻ってきたんだけど。やったね。やったねはいいんだけど、何事？え、なになに？どこの扉がいたの？誰？え？どなた様でしょうか？遠くに見えた光を目指して来てみたら、こんな場所があるなんてな。お前は誰だ？こんなところで何やってんだ？こっちのセリフだわ。なんだって？ここに町を作ってるだって？へっ、随分くだらねえことしてんだな。人間が協力し合って暮らしたなんて。この世界じゃ自分が生きるのが精一杯。他人のことなんか構っちゃいられねえはずだ。あ、なんかピリンが言いよったね。そういう人らばっかりって。とはいえ、歩きすぎて疲れちまった。少しの間俺もここにいさせてもらおうとするぜ。何転がり込んでこようと。俺はロシ。まあ長居する気はねえが、よろしくな。嫌な態度だな。ほら、ロシが拠点の仲間に加わったって言ってんじゃん。ここが町か。え？普通にうろうろしだしたよ。あ、そういえば、石板。ほ、間違えた。こんなところに骨を設置してしまったわ。なんかさ、石板置きっぱなしだし。危な。何やってんの？モンスターに取られるよ。よし。ちょっと待ってね。上がれなかった。こっちには上がれるよね。じゃあこっちから。よいしょ。あれ、上がれなかった。うるさいね、境目の音が。よし、これで。これでどうすればよろしいの？どこだ？ん？どこ？あ、いたいた。アユナ、よくその魔物たちを撃退した。それでこそお主だ。それでこそビルダーだ。しかし、魔物たちにこの町の存在が知られてしまったようだ。またいつ魔物が攻めてくるかわからん。町を守る方法を考えねばならんぞ。だね。それはそうとお主、あの戦いで不思議な石板を手に入れたであろう。さっき拾ってきたよ。実はメルキドロクで見た記憶があってな。改めて調べてみたのだが、どうやらあの石板を使えば、旅の扉なるものが作れるようなのだ。おう、旅の扉、ワープできる？何でも旅の扉を地面に置けば、自分が必要とするものがある場所に、光の扉が開くのだそうだ。あゆなよ、ビルダーであるお主なら、旅の扉を作れるはずだ。どうだ？作り方を思いつかんか？もしも思いついたらそれを形にしてみるといい。旅の扉自分で作るん、すげえな。お。旅の扉青いひらめいた。未知の世界への入り口となる旅の扉。すごい。思いついたらしい。ちょっと作っとこうっと。あ、あ、作れる作れる。オッケー。あんな単純な材料で作れるのか。んで、まあ一応旅の扉、あ、作ったよ。おー、あゆな。ついに旅の扉ができたのだな。これで新たな都市とこの拠点を行き来することができるようになるだろう。新しい地には新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、旅の扉を地面に置き、新しい地へと旅立つのだ。アユナ、実はな、
お主の力を強め、町を発展させるために、我が輩から一つ頼みたいことがある。ん？何？旅の扉が開いたら、旅立つ前に必ず我が輩に声をかけてくれ。ほうほう、オッケー。クエストコンプリート。ボロ切れもらった。ボロ切れ何の役に立つんやろ。まあ、わからんけど。とりあえず旅の扉をどこかに設置しろと。いうことやけど、どの辺に設置したらいいんかちょっといまいちよくわからんけん。まあ、とりあえずは、下じゃない、上だ。あ。こんなところに設置してしまった。待って待って。いや、違うよ。こんなところに設置するんじゃないよ。ああ、登れねえ。この上から登れる。あ、戻れた戻れた。よいしょ。ここに設置じゃなくって、私はね、2階が作りたかったんだ。そっかそっか、旅の扉に合わせてたんだね、カーソルを。びっくりした。よし、これで。こっち向きにもできていくか。空中には置けない。こっちか。こ、どう？こうだ。あ、オッケーオッケー。とりあえずさ、こうやって2階を作っていって、建物の屋上に、旅の扉が開くようにしたい。あんな中途半端なさ、こんな塀の上とかに作るんじゃなくってさ、ね、おかしいもんね、明らか。ちょっと自分でびっくりしたよ。どこに開いてんだ、旅の扉って感じだし。お。あ、ここ空中か。こんな感じで。とりあえず、建物の2階を勝手に作っていこうと思っているのだよ、私。よいしょ、よいしょ。よいしょ。ん？違う。なぜ渡った？埋めて、埋めて。でもこれさ、空中に作れんとか言いながらこれ思いっきり空中やけんね。お。どうやって空中でこうやって浮いてんだろうね、これ。おかしくない？あ、遠吠えが聞こえだした。あ、上まで作りすぎた。こういうのね、加減ができんから困るんだ。よし。一瞬落ちるかと思った。びっくり。あ、待って。ほい。まただし。あ、下取っちゃった。こっちだ。危ない、危ない。よし。そうよね、これを、印を出しときゃいいんだね。あ、待って、材料が足りない。材料がちょっと足りんから。なんか結構要塞っぽくなってきたと思わん。要塞の定義は何かねっていう感じだけど、私的に結構、いい感じな気がするんだ。めっちゃ拠点からは外れとるけど、ね、こんな風に屋根もみっちりなってんの。あ、てかあれだよね、ちょっとそろそろ、こっちに戻ってきたついでに、旅の扉を、この辺にポーンって開いとこうかな。開いとこうかなっていうのもあれやけど。へい。おー、すごい。新たな場所への扉が開いた。なんかびっくりマーク出たよ。でも今寝てんじゃない？よいしょ。こっちだ。ね、こんな感じ。屋根もきっちりきっちりできてるから。んで。よいしょ。起きて。おお、旅の扉を開いたのだな。素晴らしい。なんと神秘的な輝きだ。見てないだろ、寝てたじゃないか、今。扉の光は今、お主が求めるものを、求めるものを得られる場所につながるという。アイナ、
お主には旅の扉の先で物を作るビルダーの証とも言うべき。大木槌の作り方を調べてきてほしいのだ。大木槌。メルキドロクによれば、大木槌なら硬い木や岩をも砕き素材にできるという。あ、なるほどね。今まで壊せんかったものが壊せるようになるんや。木や岩の他にも新しい場所には新しい素材がたくさんあるだろう。新しい素材で新しいものが作れる。そうすればこの町をさらに大きくできるのだ。さらにやばいね。大木槌の作り方はその名の通り、魔物の大木槌なら知っているはずだ。あいつらが持っとるやつってことかな。大木槌の作り方を探り、実際に作り出して我が輩に見せてくれ。おお、速攻で寝た。すごいな。どういう感じだ？間違えた。よいしょ。んーじゃ。上がれねー。ちょっと待ってね。よいしょ。おし。んーじゃあ、ん？ここ松明壊れてない？じゃあちょっと旅立とうか。ん？明るくなってからの方がいいかな。向こうも夜よね、多分。向こうってどこやねんって感じやけど。あ、でも夜明けてきたね。じゃあもうこのまんま、旅立つ。おー。体験版で遊べるのはここまでになります。え、続きは製品版でお楽しみください。マジか。あ、マジか。普通にここに返されてしまった。あ、なるほどね。まあ体験版でそこまで長くは楽しめないということかな。まあじゃあ、体験版の実況はここまでということになるかなと思います。はい。ちょ、引きすぎか？は、は、こんな。ほい。ということで、今回、ドラゴンクエストビルダーズの実況はここまでになります。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ちゃんと製品版が出るのがね、めっちゃ楽しみやな。